日本にとって戦後以降初の固定翼を運用実施する艦艇護衛艦伊豆モノ空母化改修が徐々にですが完成に向かって計画が進んでいます。今回は F-35B 戦闘機着艦誘導装置をレイセオンと契約したとの情報をキャッチしました。実装後 F-35B 戦闘機納入しいよいよ訓練開始ですね。ガガも改修が進んでいますしね。楽しみ。アメリカ海軍のナベアル航空システム司令部は2023年2月7日に日本に対する新たな対外有償軍事援助 FMS を発表。これは航空母艦化改修を実施中であるヘリコプター搭載護衛艦出雲に向けたものだった。このヘリコプター搭載護衛艦出雲に対するその内容はレイセオンインテリジェンス&スペースが提供を行う自衛パルスと呼ばれる装置を860万ドル日本円でおよそ 11.3 億円相当で供与するというものである。今回アメリカのレイセオン社が対外有償軍事援助 FMS を通して提供を行う自衛パルスとはジョイントプレシジョンアプローチ&ランディングシステムの頭文字の略称で着艦誘導装置の製品名である。ヘリコプター搭載護衛艦の出雲及び加賀の2隻はアメリカはロッキードマーチン社の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすべく段階的に航空母艦化改修を施されている。その中で今回の自衛パルスと呼称される着艦誘導装置は短距離離陸垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型をより安全に運用することを可能とするべく、まず1番艦の出雲への実装の手続きが進んだものである。現時点では実際に出雲に対して自衛パルスの搭載が行われる時期は来年の2024年度が見込まれており、対外有償軍事援助 FMS での実施となるため実際の費用は今回明かされた額よりも増加する可能性をはらんではいる。というのもアメリカの対外有償軍事援助 FMS で提示される金額は最初の時点では見積金額であるためで、実際に支払う金額はこの分の前払い金に加え不足時には追加で徴収されるケースも生じてしまう手法ではあるからだ。自衛パルスという装置そのものはアメリカ海軍の11隻の大型原子力航空母艦および強襲揚陸艦8隻と全ての固定翼機を運用する艦艇にすでに搭載されており、実績を含めて非常に高い評価を勝ち得ているシステムである。アメリカ海軍以外でもイギリス海軍の航空母艦のクイーン・エリザベスやイタリア海軍の同カブールにも自衛パルスはすでに搭載されており、これら F-35 ライトニング 2B 型を運用する艦艇の標準装備ともなっている。自衛パルス自体はアメリカ海軍とレイセオン社とが共同で開発を行ったシステムであり、 F-35 ライトニング2であれば B 型だけでなく通常の航空母艦用の C 型や FA-18 といった戦闘機 MV-22 オスプレイ等の艦載機に対応している。アメリカ海軍ではこれらの航空機を高点下でも安全で自動的に着艦を行えることを目的として自衛パルスを導入しており、通常であれば高点とされる波の高さが4メートルの場合でも確実な着艦行動が行えると評価されている。自衛パルスは GPS による位置情報の取得と UHF 波による通信等を行うことで航空母艦や強襲揚陸艦への対象航空機の着艦を高点時まで包括し対応可能な仕組みであり、これが全天候型のシステムと呼称されるゆえんとなっている。自衛パルスの運用には
対象となる航空機側に、その信号を受信する装置と、専用の GPS 用のセンサを搭載させ、航空母艦等の側では、システムそのものである、電子機器類と信号を発信するアンテナを装備する形が必要となる。対象の航空機は、搭載する受信装置によって、GPS センサで、自らが取得したリアルタイムでの位置情報と、航空母艦等の側から発信される UHF 並みの、さらに高い精度の、その位置情報を照合して、正確な着艦を行うことが可能となる。航空母艦側からは、指向性の誘導用の電波をも発信させることができるため、降天時などで、対象航空機の操縦者が、物理的な視界の不良にさらされている場合でも、安全で確実な着艦誘導が行えるシステムとされている。着艦の誘導自体も、自衛パルスにおいては、すべてシステムが行う、自動制御も可能であり、航空母艦や強襲揚陸艦での航空機運用において、最も難易度が高いと言われる、その行為を、完全にシステムで肩代わりさせることも実現させている。アメリカ海軍における自衛パルスの導入も、実は、それほど以前からのことではなく、2018年に、ワスプ級強襲揚陸艦の一番艦にして、ネームシップのワスプへの、F-35 ライトニング 2B 型の着艦が初であり、かなり新しいシステムでもある。ちなみに、出雲には、2021年10月に、四国の沖合の海域にて、山口県の岩国基地に駐機している、在日アメリカ軍の海兵隊に所属する F-35 ライトニング 2B 型が2機、初めての着艦を成功させたことも、当時大きく報じられた。この時の出雲は主として飛行艦甲板への F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に対処するための耐熱工事が終了した段階であり、当然のことのながら自衛パルスは未搭載であるため、海兵隊の同期は手動で着艦を行ったものだ。自衛パルスを当該の航空機や航空母艦側が搭載すれば、前述したように完全に自動モードでの着艦も物理的には可能とはいえ、あくまでシステムである以上、搭乗者は難易度の高い着艦技術を身につけることは未だ必須と言えよう。今後も現在進行形で航空母艦化改修が進められている出雲と加賀に対しては、こうした在日アメリカ軍の海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型が運用試験やノウハウの蓄積のために、都度協力を仰ぐ形が想定されている。これは、今回の自衛パルスの導入など、物理的な必要機材の調達と並行して、アメリカ側に、必要なコストを支払いを行う形式で予算化されており、出雲、片護衛艦の航空母艦化は、もとより、アメリカ軍との連携強化の面でも、大きな意義があるのだろう。肝心の日本側の F-35 ライトニング 2B 型の導入については、現時点では、2024年度に、まず6機が調達される計画となっており、現時点では、これを皮切りに、総数で、42機の導入が打ち出されているというのが全てである。出雲、片護衛艦の航空母艦化改修が完了しても、その F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は、最大でも10機プラスアルファ程度と考えられており、艦艇への割り当てからすれば、単純計算では、倍以上の調達が見込まれている計算だ。これら F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の新田原基地への配備が有力視されており、加賀、が母港とする広島県の5基地や、今後、拠点としての整備が予定されている鹿児島県の馬毛島へも、近いことが利点となるだろう。さらに、この配置は、南西諸島の防備を固める上でも、
有効に作用すると思われ、現状では、その防空を担う陸上滑走路は、沖縄本島の那覇基地しかないため、いざという、有事の際には出雲、片越艦が、移動可能な航空基地となることが期待される。先にも述べた通り、出雲、片越艦が、航空母艦化改修を終え、F-35 ライトニング 2B 型の運用が可能となるとしても、その想定される搭載機数の少なさから、そこまで期待するほどの戦力にはならないとの批判の声も少なからずある。しかし、想定される台湾有事が現実のものとなる場合には、中国側の攻撃が沖縄本島に及ぶことはほぼ確実であり、その滑走路が使用不可能となる可能性は高く、別の手段で航空戦力の投射を行う手段の確保は必須だろう。今のロシア・ウクライナ戦争を見ても、ステルス性のが、希薄ないわゆる第4世代戦闘機ではある、規模以上の防空ミサイルが機能している状況下では、投入が困難であり、F-35 ライトニング2の持つ優位性は、さらに高まってきている。先月の2023年1月に、アメリカの軍事系のシンクタンクとして、著名な CSIS 戦略国際問題研究所が報告した、台湾有事の際のシミュレーションでも、台湾、日本、アメリカの航空機に多数の損害が示唆されたが、それも第4世代機が多数だと思われる。